私の大好きな BHC のチキンの新メニュー食べたいと思います。じゃあまずチキンムーがついてますね。大根のやつです。でいつものクーポンつけてくれてます。でこちらがその新メニューのチキンです。今回頼んだのがこちらです。シレカっていうやつですね。お値段は17,000ウォンです。約1500円ぐらいかな。なんかねガーリックをねたっぷりふんだんに使ったチキンだそうです。ちなみに説明書きには中までサックサクなチキンにスイートガーリックソースとフランキーなガーリックフレークをかけましたっていうやつですね。このサックサクチキンがね韓国では魅力なんで楽しみです。チキンこんな感じです。美味しそう。いい香り。めっちゃガーリックね。香りでもねなんかソースがしっかりついてるんでサクサク感はねちょっと少なそうな雰囲気なんですけど。でねコーラを用意します。あやばい氷忘れた。最悪だ。氷が後入れになっちゃった。まあ、でも美味しそうなコーラです。美味しい。じゃあ早速チキン食べたいと思います。 BHC 久しぶり。めっちゃ美味しそうです。ガーリックのね香りがすごいです。でガーリックソースがたっぷりかかってますね。うんガーリックすごいな。美味しい。うんあ、美味しい。めちゃくちゃ美味しい。ガーリックね、好きな人これめっちゃ好きだと思いますよ。え、めちゃくちゃガーリック感強い。美味しい。ガーリックと、あとごまも乗ってますね。コーラ進む。ガーリック美味しい。なんかね甘いガーリックですね。やっぱスイートガーリックソースって書いてたんでソースは甘くってでもガーリックのね香りもしっかりついてガーリック感強いです。やばめっちゃ美味しい。それでね、お腹空いてたんでまた美味しい。ただね、サクサク感はソースがついてる分ベチャっとなっちゃってね、減ってますね。サクサク感味わいたいんだったらやっぱりソースなしのチキン頼んだ方がいいですね。でもこれはこれでね、ソースがすごく甘くてね、ガーリック感強くて美味しいんでおすすめです。あーすごい。ちゃんとここにね大きなガーリックがついてます。ガーリックのスライスしたやつのねフライがたくさんついてますね。めっちゃお肉ジューシー。美味しい。うん虫がどこから入ってきた。窓開けっぱなしだったからかな。ガーリック美味しい。なんか私ねガーリック本当はそんなに好きじゃないんですよ。でもねこのガーリックすごい甘くってね柔らかいガーリックの味なんで美味しいですね。こんなにソースたっぷり。ソースがすごいです。もうベットベトこの辺。言い方悪いですけど。
私ね、フライドチキンの特徴として一個一個が大きいのがね、結構サクサク感も強くて美味しいと思うんですね。なので私は大きいね、フライドチキンのお店の方が好きです。美味しかった。食べにくかったけどめちゃくちゃ美味しかったです。それでね、チキンは全部食べ終わったんですけど、これこれこれ、ガーリックのねソースがすごいたっぷり残ってる。私結構絡めながら食べたんですけど、それでもこんだけ残りました。まだたっぷりです。これね、チキンの旨味とかも詰まってるんで、ご飯とかと混ぜて食べたら絶対美味しいと思う。ちょっとね、後でやってみます。BHC の新メニューのチレカチキン、すっごく美味しかったです。ごちそうさまでした。